私実家の方から仕送りしてもらってるんですけど、物が届かなくなると結構そういうのが困ったりするので。食べ物とかだとなおさらちょっと買いたい時に買えないのはちょっと大変かなと思いますね。街の人が口にする物流が滞ることへの不安。この冬、大雪の影響で物流が滞り品薄が発生したことが記憶に新しいですが、来年の春、この物流に危機が訪れる恐れが出ています。今までと同じ運び方をしようとするとより多くのドライバーが必要になると。都市交通などに詳しい長岡技術科学大学の佐野克教授は、残業時間を規制する働き方改革関連法の来年4月からのドライバーへの適用が背景にあると指摘します。厚生労働省が定めるドライバーの運転・休息時間の基準が改正され、これまで年間3516時間だった拘束時間は200時間以上減り、年間3300時間が原則に。民間の調査会社は、輸送能力が2019年と比べ 14% 不足すると試算していて、配送の遅れといった日常生活への影響が懸念されています。まあ、1日で行けなくなるところもあると思うので、なんか中継したりして、まあ、いろんなことを変えていかないといけないというか。しかし、こうした改革の背景にはトラックドライバーの長時間労働という問題があります。厚生労働省の調査で、全産業の平均と比較して、大型トラックのドライバーが年間432時間、中小型トラックで382時間、労働時間が長い実態が明らかに。路面状況に応じた運転、車間距離、特に取ってもらって。県内の運送会社のドライバーで、食品などの県外への配送を担う上原清さん。3日間で考えると、トータルで24、5時間ですか、それでも。1日計算すると8時間ぐらいですか。仕事は道路状況によって左右され、時には休憩時間が取れないこともあるといいます。渋滞もしくはその高速道路が通行止めになって、下道走って、その走る時間が長くなる。でそれが結局休憩時間を削ることになってくるっていうことになると思うんですよね。このほか、ドライバーの長時間労働の要因として挙げられるのが、運転以外にドライバーが担う荷物の積み下ろし作業です。この日、県内の製菓会社を訪れた新潟労働局が呼びかけたのは、この荷物の積み下ろし作業などの時間短縮でした。荷物さんの状況で、なかなかその時間が短くするのが難しいという、まあ、トラック業界のお話というところもあり、こちらお話しいたしますので、はい、しっかり当事者意識を持って対応したいと思います。こちらの製菓会社では、時間短縮のため、あらかじめパレットに積んである商品をパレットごとトラックに乗せて運ぶパレット輸送を推進。上原さんのこの日の作業もスムーズに進みました。今日はできすぎです、うん、今日は早く詰めました。手積みだった時ってどのくらいかかってました？ 4時間かかる時もありますよね。3時間4時間、はい。そしてこの時間短縮に向けて注目されているのが、最新技術の導入です。物流全体の効率化っていうところを考えると、やっぱりその自動で、まあ、時間、人手がかからずに時間を短縮できる倉庫っていうのが あるのが、やっぱり望ましいのかな。こちらは東京の会社が開発したロボット。ロボットがトラックドライバーの仕事の一部を賄ってあげることで、この2024年問題の解決に少し貢献できているのではないかなというふうには考えております。荷物の積み下ろし作業の一部を自動化することで、ドライバーの負担軽減を実現。
すでに導入している県内の物流倉庫もあるということです。その一方でドライバーの数、ドライバー不足とかいうのはずっと言われてますから、人材不足が叫ばれる業界の課題解決には最新技術の導入だけでなく、ドライバーの仕事の魅力を高めることも重要だと佐野教授は話します。もう少し物流にそのコストを払う意識みたいな、まあ、労働時間をまあきっちり守るようにするっていうのは、から、まあ、最初は非常に大変だとは思いますけども、まあ、あの長期的にはまあいい方向なのかな。持続可能な物流の実現に向けて、運送会社だけでなく社会が一体となった取り組みが求められます。